お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。今行っちゃったね。あ、行きましたね。行きましたね。どうすか、気持ち的には。あ、なんか、うわ、寂しいなとかはあんまないんだけど、うん、まだ、まあ、まだ1日目だからね。行ったなとは思ってる、ずっと昨日から。そうね。そういえば、これからいねえんだなっていうのをあの、節々で思いながら過ごしたい。やっと実感湧いてきたぐらいだよね。この時間帯にいないなみたいな、うん、あれいないなっていうの気づくよ。そうね、こっからも2週間いないわけだからね、うん、で、ちょっと岩が免許合宿に行く前に、うん、ちょっと渡されたものがあるんですよ。渡されたものって何？違う、ちょっと渡されて、俺が行ってからちょっとこれを渡してくれっていうか、まあ俺がこの代表してやっぱ僕リーダーとしてやらせてもらってるんで、あのこちらの。おー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 、なんか水族館のチケットとかやめてくれや。金じゃん。いや、違うな。ちょっと開けてみてください。もうちょいじゃあ寄ってもらって。パン。そんな粋なことしてくる。遺言みたいな。ああ、なんかな。なんか手紙とかだったらちょっとあれだぞ。ちょっと僕託されたんで。マジ？この手紙を読んでる頃にはって、もう私はあの世にいるかも。そんな。免許取りってだけね。あ、手紙。手紙だ。じゃあちょっと。ガチじゃん。気持ち悪いんだよ。じゃあ北村さん読んでもらっていいですか。あ、僕読んでいいですか。うわ、ちゃんと書いてる。ああ、いきます。メインフェーズのみんなへ。今回僕が免許合宿に行くことで2週間家を空けることになってごめんなさい。まあね、申し訳ない気持ちがね。ちょ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 、待って待って待って。免許合宿ね、行ってんの。ね、あー、もう来てる。お前来てるのおかしいやろ。そうやってるもんだって。何がやる。マジで家を空けてごめんなさいじゃないのよ。もうやったやんそれ。いきます、はい、できることは少ないかもしれないけど僕なりに何か力になれないかと思ってみんなにプレゼントを置いていきました。おお、2階の階段の押し入れを見てくださいとのことです。え、何？ 2 階の押し入れ。押し入れ？プレゼント。え、俺好きだよこれ。どんどん探すやつ好きだよ。絶対そうやん。え、それだったら俺マジで好きだよ。好きだよ。まあまあまあ、そういうのは言わずにいきましょうか。言わずにね。まあまあまあ、そんな期待しないでよ、こう、うん、ちゃんとちゃんとプレゼント。いや、なんかジュルジュル。プレゼントって聞いた瞬間。え、これは何でしょうね。ちょっと楽しみだ。もう岩が、まあ申し訳ない気持ちはね感じてたからね、俺らもね。ああ、まあまあ、まあ、チームのためとはいえね、もともとは本来持ってるはずの男だからね。一回バックれてるから。確かにな。でもプレゼント見てみるか。今見ますか。どんなもんか。俺期待しちゃうぞ、あれを。あれを。いや、プレゼントの中身じゃなくて。あ、中身じゃなくて、うん、1階の押し入れつったら、うん、そこだよね。そうだね。布団が入ってる場所。あ、ここか。ここだね。ここか。そっち側から。こっちじゃない。いくぞ。いくよ。せーの、よいしょ。ああ、ある。そのままあるわ。うわ、軽い。ダンボール。こんなんなかったもんな。ない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 。え、軽いよ。あ、回しちゃっていいのかな。回してた。回してた。回してた。回すなよ。回すもんじゃないじゃない。回すもんじゃない。何も入ってないよ。何も入ってない。え、今度今度開けていい。何も言わなくない。いきます、せーの。SD じゃん。 SD だ。おいおい、だるいってなんだよ。おい、うわー、あ、もう面白いじゃん。あのなんか冷蔵庫の上とかのやつが俺好きなのね。どんどん探していくってやつ、それのもう一番めんどくさいタイプ。可能性はあるよ。何これ、映像とかじゃない。映像じゃない、映像じゃない。あ、ちょっと見てみよう。行こう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 。あ、面白くなってきた。面白くなってきたぞ。どっかに誘われるぞ。どこどこどこ、これだ。あ、一個しかないわ。北風上。北風上。北風上。何これ。北風、北風。うわ。見てみる。じゃちょっと見てみますか。動画ファイルっぽいっす。うん。やあ、どうも、岩田五郎や。デスゲームの主催者やん。この動画を見ている北村と和志にはとあるゲームに参加してもらう。というのも、この2週間免許合宿で
チームに穴を開けてしまうこと、本当に申し訳ないと思って、撮影だとか編集だとか3人だと思うようにいかないこともあるだろうし、俺がいないことによって迷惑かかることがとてもあると。なのでこのメインフェーズで何かを残せればいいなと思い、僕は考えました。このシェアハウスに俺のありったけの現金を置いてきた。そのお金を2人には探してもらいたい。制限時間は10分だ、俺の少しばかりの気持ちだ、受け取ってくれ。ただしそのお金でパチンコ全突破をしてこい。絶対に勝ってこい。そして最高の動画にしてくれ。そして無事全突破が終わったら、俺の部屋の机の下を見てくれ。え、そこにこの世の全てを置いてきた。それでは健闘を祈る。絶対頑張るよ、絶対頑張るよ。おい、そんな格好で生活感ある？座んないでこんな会社は用意できなかったみたいです。ありったけの現金、ありったけの現金、この家の中になかったこと、このシェアハウスに岩の給料前のありったけの現金が隠されてるみたいです。そうな、あいつ現金あるもんな、結構多分結構あるはずなんだよな今。え、これさ二人の乗り打ち的な協力パターン、そうみたいです。なるほど、ね、あーなるほど。制限時間10分で、まあ、いっぺんに探すとちょっと難易度下がると思うんで、はいはい、じゃあ5分5分で探します。でそれを見つけた岩の金で全突破に行ってきてください。マジで？ありがとうございます。岩がガチで仕掛けたんで、はい、部屋以外です僕らの。あ、なるほど、ね、あーそっか、さすがにそんな隙はないんで。なるほどね、そうよね、だって全部終わった後岩の机の下も見なきゃいけないんだもん、ね、あ、そうそうそう、それ全突破し終わった後もってことだよね。その全突破が終わった後に見るってことでしょ。岩の机の下を見てほしいらしいです。大丈夫？僕はグルに引き込まれただけなんで。あーそうだね、ティッシュいっぱいとかないもんな。お前の机の下ね。あ、それか。やるかー。なるほど、いつやってたそんなの。いやー俺知らんぞ、俺も知らんぞ。マジ知らなくない？見てない。いつの間にかデスゲームの主催者になってたあいつ。なんの格好してなー。ね、なるほどね、面白いの仕掛けてきたなやつ。参加しますか、このゲームに。俺は参加するでしょ。参加します。もちろん。パチンコ出るもんな。デスゲームでもないんだよ。ノーリスクなんだよ。ノーリスクなんだよ。でもやっぱり同居人ね、金なんで。なるほどね。しっかり増やさないとっていう。確かに確かに。そうだよな。ただまずできるかもわかんないっすね、これ。そうよね。見つけないといけないんでガチで。じゃあ、この家から今の元気を探してもらいましょう。よっしゃさあやりましょう。と突然のミッション。突然のミッションすぎだな。岩が残した。何し、びっくりしたよ。びっくりするよな。愛様になってたな。愛の好きだからな。ね。ノリノリだった。ノリノリだったね。思いのほかノリノリだったね。制限時間10分っていうことなんで、はい、5分5分ね、5分5分でいきますか、どっちからいきます、先行。いや、そこなんだよな。まあ普通にじゃんけんで勝った方、勝った方からいく、これいこうぜ。いや俺が情報収集した方がいいかもな。北村と足が速いから。あんま家の中じゃ変わらんけどね。いや機敏さが変わる。逆にっていうのもあるし、情報はあるけどさ、実際同じとこ見たらもう一回あるとかもあるじゃん。そういうこと？いいよ、ガチ作戦会議でもいいよ。まあどうしようかな。でも一回だけ、うわ、一回だけなんだ。一回だけにする？一回と二回で、あ、でも部屋、あれ部屋、それぞれの部屋はなし。そもそも開けないので自由で。これは難しいね。真剣にやんないと。どっちでもいいだろう。あんまチラチラ見すぎない方がいいよな。あ、周りね。一回取り切ってからでもいいんかな、二回はね。もはや一回でじゃあ潰す、うん、それかもう少なすぎるからパッと最初に見てもいいしね。うん、とは思うけどな。じゃあ先行は僕からいきましょう。カズシからで。なるほど、はい、オッケーオッケー。情報を、情報をたくさん集める。一応きりですよ。はい、いや危ねえかな。まあいいや、クスしちゃうか。ガチやん、ガチやん、滑り止めで。じゃあもうあんま周り見渡されても困るんで。はい、ちょっと待ってくださいね。それではいきます。はい。岩が残した現金を探せ、用意スタート。あ、いやいんだけど。ちょっと待って。あ、上なんだ。最初まずはトイレね。
だって5分しかないからね、1人当たり。いやトイレはないんじゃないか。一応ね、どういうので入ってるかもわかんないからな。最初は大事かもな。最初は大事。オッケー、ない。で、いや冷蔵庫とかあるのかな。ワンチャン。いやここはね、ない。いや絶対ね、だっていろんなもん映っちゃう可能性あるし、相手動画のこと考えて絶対ここはない。YouTuber 考察だ。よしよしよし。いやここは、いや捨てよ捨てよ捨てよ。で前にこの辺も隠せた気がする。いや無理だ。やばい、早いこいつ。情報収集した。よし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 。いや、怖え、ギャンブルども。いや靴の中とかありえるか。いやそんな深いこと考えなくていい。もしこのまま可能性もあると思われる。いやそんなやつ厳しい。いやどうだ。よしこっち。さすがにここのトイレは、いやみんな入ったりするから、共用のところは置く、置かない。残り3分切ってます。3分。やばいやばい、やばいこれは違う。貼ってあるとかね、貼ってあるとかもない。ここだここだ。いや、キングダムさっきだって北村めっちゃ読んでるからすまない。いや、本棚は結構スタイル。スタイルって何？いや、ここも共用。どこだ？どこだ？嘘でしょ？嘘でしょ？あ、じゃあ今のところ、今のところだ。あいつのヤバいもの入ったぞ。しゃべりすぎだ。待って、いや次のパスを作っていくために待って、嘘、むずくない、むずくない、もう体力がむずくない。カイさん、残り1分です。やばい、嘘でしょ。まだ1万円。作る前に貼ってあるとか、そういうのこさえてやってくれ。残り30秒来てます。こんなかや。2、1、終了です。ちょっと、ナイス、いらんて。終了です、カズさん。はい。でも2万ゲットしたわ。やばくない？もうこれだけで戦えるからね。熱い。やばくない？いや、もうガチ現金だから、それは本気で隠すよねっていうところだよね。いやそうなんよな。なるほど。あ、天下の中ね。天下の中スーパープレイすぎない？マジで。最後にギリギリ見つけた。最後のギリギリ。さて、北村さんも行きますよ、すぐ。あ、もうすぐですか。すぐ行きましょう。なるほど。よかった。上は捨てていいと思います。なるほど。下で一回ちょっとリビング、ちょっと頑張って探してほしいかもな。あ、リビングだよな。リビングかな。じゃあ残り5分ですね。はい。北村さん、今のありったけの現金全部ゲットしちゃってください。はい。それでは残りの5分、用意スタート。いけ。あー、なるほどね。本気だ。ない。本気だ。いいよ。落ち着いてね、落ち着いてね、落ち着いて。冷凍してない。ゆっくり。ゆっくりやれ。いいよ。あった。
りしたらだるいよな、ポエ隙間に。一旦回避。一旦回避。下駄箱見た？見た、一応。待って待って、傾向傾向傾向。今までの傾向とはちょっと違うかもしれません。いや、そうなんだよね。いやー、ちょ待って、やばいやばいやばい。やばいやばい。2万で足りんの北村。足りない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 絶対足りない絶対足りない。待って待って、一回考察するわ。一回考察して待って一回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 スマホが早いこいつテクニカルだと思う俺は。ドアの裏がダメ2分経ってる。やばいやばい。生活しててバレない場所だよ今隠してるんだから。そこの考察エアコンの上や。起きるかあいつ。ない。頑張れマジで頑張れ。うわーよし見つけた。いや思ったよな。よく見つけた。思ったよ。残り2分漫画の見分け方は分かった。あと9万か。あと9万そんないる軍資金。北村やばいよ。やばい結果じゃん。なんだそれ。ゲットじゃない。ゲットじゃない。オッケー無駄だもん。まあ、なるぞ。そうテクニカルなとこ。でもやばい残り1分。顔はそう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 いうのだと思う。お前、なんかお前探してないか。探してる、探してる。おお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 ナイスナイス。今までのこういう宝探し系の中ではガチだったね。ガチよ。汗かいたもんこの冬場で。マジですごいよく頑張った。よしよし4万じゃない？4万だ4万だ。いやもう1人2万じゃん。綺麗に1人2万。熱い熱い熱っ。よしやったぜー。今の現金ゲット。現金ゲット。自由に打てるぜー。めっちゃ嬉しそう。よし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 。というわけで合計金額4万円。4万円こちらで今からパチンコ全ツッパー行ってきてください。やったぜー。急に急にやん。急に今日パチンコ手取らんかった。給料前だからね。これ今のおかげだからね。打てんの。いや嬉しいっす。ありがとうございます。ありがとうございますゲームマスター。ありがとうね。嬉しそう。頑張ってね。うざおじゃべで気踏まれんね。乗り打ちで出すもんね。乗り打ちだね。だから俺らで勝てばいい。そうだね。勝ってください。勝てない。最近すごいんでメインフェイスのギャンブル企画。そうっすね。ほぼ勝ってるんで。いや、行こう。じゃあ行ってきて。よっしゃ行ってきます。行ってきます。突如始まった謎のゲームをやらされて乗り打ちが決まった2人。2人合わせて軍資金は4万円。山形にいる岩の思いも背負って勝つことはできるのか。パチンコすることだけ考えてた。財布の中身はとっくに底ついてた。でも諦めたらもう勝てないよ。だから